こんにちは。昨日はモバイルハウスの、材料を、買いに行くところで結局力尽きてしまったので、やっと今日から、モバイルハウスの、まあ、実際の具体的な、制作というところに取り掛かっていきたいなと思います。モバイルハウス着くぞー。今日なんですけども、まず、床あと壁の枠というところまで、いければいいかなと思ってます。はい。で、昨日買ってきた材が、まあ、ちょっと雨に濡れてしまったのでこういった形で干してあります。よいしょ、見るかな。こんな形で、ゆるゆるの怪しい光に照らされていますが、3000ミリの材がこういった形で干してあります。はい。今日は早速、材を切って、それをつなげるというところまでやっていきたいなと思います。はい。じゃあ今から、早速材を切っていこうと思います。まず材を切る前に、長さを測るところからなんですけども、今回、モバイルハウスの、横の長さが、横が2630、あと中が、まあ、材の太さを、さっぴくと1424なので、こちらの長さを測っていこうと思います。はい。じゃあやっていきます。長さを測るのに使う道具が、こちらの2つ、まず、まあ、皆さんご存知メジャー、あとこれが、なんだっけ、差し金だ、差し金、差し金って言いまして、90度であの角度が取れるので、まあ、ピタッと角材に合わせれば、90度の線が引けるというものです。これもマスターアイテムですね。じゃあ早速ですが、長い方の材を切っていこうと思います。はい。じゃあまずは2630ね。2630が測れたので、次はここを差し金で、よいしょ。はい。じゃあここで2630の線が引けたので、この辺りかな。 OK。 ここに線をピーッと引きます。でここに、これがどの大きさの材なのか分かりやすいように、大きさを書いておくっていうのも結構重要な出会いのポイントになってきますね。はい。じゃあこれでまあ1本できました。じゃあ、はい、2本目もいきたいと思います。30度 OK です。これで、床の材の2本がもう2本取れちゃいました。これからじゃあ早速切って、実際にこれが当てはまりそうなのかどうかっていうのを確認していこうと思います。はい。ということで、こんな感じでですね、材をどんどん切っていって、今日は、床とあと、まあ、横壁、まだ全部材が揃ってないんですけども、いけるところまで組んでいきたいなと思います。で一つの材から、たくさんの、材を切り出すときにポイントが1回1回、長さを測ることです。というのも、刃の厚みが大体どんなのかな、まあ、ざっくり、まあ、2ミリぐらいあるので、その分の誤差が生じてしまいます。なので、材を切るときは、1本切ってはまた測ってっていう形で、切った方が、間違いなく切ることが、切り出すことができます。はい。じゃあこれも切り出していきます。
はい、これで、床の、枠になる部分の材が全て、揃いましたので、一旦じゃあちゃんと枠が、ピタッと、荷台に当てはまるのか見ていこうと思います。はい、じゃあこんな感じで見るかな。床材が切り上がりました。いいっすね。だいぶ足跡が汚くなってますが、こんな感じで、床材切り終わったので、じゃあ、あとはこれをビスで、つなぎ合わせれば床の枠が出来上がるというところですね。うん、いい感じ。